今中村彩さんが事務所の中に到着しました。2017年7月2日、東京都議選。ある新聞社の手には、ペンではなくスマートフォンが握られていた。デジタル化の波に乗り遅れまいと奮闘する、ある新聞社を追った。近年、マスメディアはデジタル化の波に乗り遅れまいと躍起になっている。それはアナログの代表格である新聞社も例外ではない。2017年5月、東京新聞が迫る都議選に向けて講じたデジタル化対策は、SNS 班というチームの発足だった。これは各新聞社のデジタル部門における人員配置数の比較だ。ご覧の通り、東京新聞の配置数が際立って少ないことがわかる。確かにこう、なんか本当に黙祷してて、慰霊の日で黙祷の瞬間に、自民党の何々がとかっていうのが流れてたら、これはまあこれで。確かにそうだね。東京新聞って新聞もこれからはね、ほら紙だけじゃないとね、紙だけだとね、なかなか影響力がなくなってくるじゃないですか。全国的にもね、今回の都議選ってすごく注目されているので、まあこれを機会に東京新聞をね、もっと世の中に知ってもらおうということをやろうじゃないかっていう話になって。私が配属された経緯は、今回まあ都議選をやるということになり、まあ、各編集局からいろんな人をピックアップするという中で、私がなぜか選ばれたと。なんとなくそういう動画の編集とか撮影とか、まあ、インターネット、SNS っていうものに知識がありそうだからということだと思います。なんで僕なんだろうとは思いました。科学部3人しかいないので、まあ、ある意味人がいないわけですよ。人がいないのにそこで僕やっていいのかなっていう。実際にやり始めたのは5月の初め、5、6、そうですね、このチームができたのは5月ですよね。できた時からですね、活動を始めたのは5月ぐらい。そうですね、一番最初の撮影は2人、社会部で都庁を担当してた記者と司会の人が今回の都議選の全体の構図について説明するという、解説する動画ですね。もともと編集局のツイッターのアカウントがあったからですね。で、あと他に YouTube で動画の基盤にして Facebook で拡散もしてるという形ですね。あれですね、新しいことだもんだから、全部ね、経験値がないっていうね。失敗もいっぱい。編集ソフトウェアも何、使い方もわからないっていう。ハードウェアもない。なんで人物、ノウハウね、それがないとね、全然始まらないんで。スマホがあるから、まあ縦で。この日はインターネットをプラットフォームとして映像を配信している NPO 法人アワープラネット TV の方々を講師として招き、
勉強会を行った。っていうか縦長のものを取るときは仕方がないからパンっていうのがあって、下から上にするか上から下に取るとか、まあ、全部縦で取るっていうことを決めてるビデオだったらいいんですけど。普段紙を扱うプロは映像ではズームの素人だ。初心者ならではの質問が飛び交い、初心者ならではの疑問が分かんなかったことをレンズがさ、グエングエン動いてる。編集素材、後から編集するものに使えるので。これなんで動いてるんですか。これ撮ると。チームを取りまとめるリーダーの池尾さんは何やらお悩みのようだ。3つのですね、ミッションが課せられています。1つ目が、誰も見たことのない都議選報道をやれと。2番目が、東京新聞の知名度を高める。3番目、フォロワーをですね、うんと増やせと。そういう3つのですね、ミッションを与えられて課せられて、カメラにつなげるあれ、かまぼこがない。今後その都議選が終わったのと、この SNS さんはどうなっていくと思いますか。分かんないですね、これね。一旦は解散するんですけど、ジャーナリズムがいかにその動画を活用していくのかっていうのは、ネットの動画を活用していくのかっていうのはまだ確立されてない分野でもあるんでね。これやっぱり東京新聞としてのメディアとしてはやっぱりあれじゃないですかね、開拓していって新しいね、ツールとしてですね、生かしていくべきだと思いますけどね、うん。不安がつきまとう SNS 班だったが、初投稿の日からほぼ毎日のペースで動画を配信した。5月29日、議員高級車。6月14日、共謀罪。6月20日、豊洲見学会。限られた資源の中で徐々に成果を上げ始める。今年の都議選の告示日である6月23日は沖縄慰霊の日でもある。この日、慰霊の日を考える会が開催され、 SNS 班はその様子をカメラに収めた。インタビューでの撮影は初めての試みだ。テレビのニュースを見たら、沖縄から基地をなくそうとしていた。映像の方がその人たちの声とか喋り方とかそういったものをより伝えられるんじゃないかなと。沖縄の人たちは、方言とかあるので、そういうのってなかなか紙面だと表現できない部分があるので、そういう方がやっぱり親近感を持たれるような感じは。構成とか考えながら撮られたりするんですか。考えてないよ、考えてないですか。音がどうなっていくか、すげえ心配です。心配ですね。会社に戻り、打ち合わせと編集が待っている。っていうのはなかなか報道されなくて、関心もないところがあるけど、今年は特に、都議選の方の報道一色になってしまうということで、多分前景がいいのかな。高いのを持ってってるんで、前景を上から取る。なんかね、そういう声が多いんですよ。要するに、あそこに乗っ取っても、バナーがどうなるか分からないところ。どうなるか。一応、直線だったら盛り上がるんだね、結構。だって国政をさ、決めるような話だからね、これね。いや、直線は絶対盛り上がるって、これ今のところ間違いない。ワイドショーでかけた、こういう風に家計が来てるでしょ。直線の話が来てるでしょ。直線の時にこういう風に交わるんですよ、家計のね。家計の話でもって今、都民ファーストがさ、盛り返してきてるわけですから、すっごい盛り上がる、直前が。
盛り上げましょう。うん、そうですね。今のポーズ良かったですね。良かったですね、これね。ちょっと意識してやってました。そして迎えた都議選告示日。この日 SNS 班は自社ヘリを用いた空撮に挑戦した。敷地全域から大量の環境基準を超える有害物質が検出されたんです。このようなところに西郷歩美、西郷歩美候補。そしてさらにこの週末には各党の街頭演説をカメラに収めた。本格的に都議選の戦いの火蓋が切られたのと同時に SNS 班の活動も加速していく。私は中央区議会議員時代、待機児童問題通常であれば、まあ、内容何言ってるのか取材をして写真を撮ったりとかそういう活動にプラスして SNS はやっぱり動画が必要なのでその場面で写真も撮りつつ動画も撮るとか紙とデジタルの今後のメディアの行方について。これはね難しいですね。ごめんなさい、ちょっとそれは、はい、都議選当日が差し迫った6月30日、SNS 班にとって重大なイベントが控えていた。東京新聞の新しい局長が挨拶に来たのだ。最初3000だったんですけど、あの東京編集局のあのフォローからツイッターの。これやったら今、9000ぐらい。すごい。3倍ぐらい。これまあ途中行って撮ってきたんですよね。3時間ぐらい張り込んで。張り込んでした。要するに紙面でやってんだけど、まあ一目で100万件にしかずみたいな話。紙面の方にもこういうの動画あります。とプレゼンテーションでした。お疲れ様です。手応えはいかがですか。全くわかりません。運命はまだ予断を許さない。予断を許さない。でまあ当然党本部では幹事長なり。都議選に向けて最終の打ち合わせを行う。結果を推測しながら切り取ることができる映像は何か的を絞っていく作業だ。要請しないっていう選択肢があんまり一応前日となる明日は安倍首相の応援演説、当日は注目政党に集中して映像を収めていく。どちらも SNS の速攻性を利用した同時中継を行う予定だ。当日は 全放送局というかほぼ全局があの同時中継というかねやるらしいんですよ。生放送ね8時からね主要局 NHK をはじめとしてしたらこういうとこは多分もうテレビでも放送されるとしたらあのちょっと注目の候補だけどちょっとあれさらに注目議員に的を絞って SNS で発信する戦略のようだ。都議選前日 SNS 班は予定通り安倍首相の街頭演説を撮影した。そこで予想外のことが発生した。この動画は再生回数2万回を突破し一気に SNS 班のプレゼンスを高めた。満を持して都議選当日を迎えることとなったのだ。この各
選挙区ごとに誰が何票取ってって役職で、はい、ただ30って数字が欲しい多分ですね、稲葉さんは1回目じゃないとできない人1回目まで、できない人なんだ。そんな練習しますか。なんか大塚さんが怖いからいよいよ代表ということで、政治部長の鎌田さんにお願いします。政治部の鎌田茂です。よろしくお願いします。その辺通りましたね。今日の全体的なスケジュール、まず簡単に、まあ、注目されている、ところですよね。あの、例えば都民ファースト、それから自民党、そういうところに、まあ、から同時集計やると。それから注目されている、まあ、千代田区のですね、一番その、ドンと言われる内田さんが引退して、注目されている千代田区の中村彩さんの事務所、それから樋口さんの事務所、そういうところからまあ同時中継すると、そういうことをまず考えました。いやでも昨日のムービーは結構反響があったみたい。あれはね、危ないなって、僕は結構やばいなと思いますよ。それもやばいなと、やばいというか、選挙報道ってすごい公選法ですごく規定があって、まあ、新聞紙面はいろんな人の目があるから、まあ、絶対大丈夫。うん、なるほど。今 SNS さんって結構素人でこうやっちゃうから、はいはいはいSNS は新聞テレビに入ってないから。そうですね、あのそういう機会を作りますので申し訳ないんですけども、あの、今中村彩さんが事務所の中に到着しました。すいません、通ります。すいません、失礼します。どんな候補者が出ているのか、皆さんご覧いただこう。面白いこれ。ご覧ください。うちらのチャンネルですね。実は荒川が流れていないんですよ。うちらがすごい。ここでしたっけ、はい、あれ、はい、いきなり始まって、いきなり終わり。次です。はい。ここ、あなたは流れていない。23秒。どうですか、もう一回阪神みんなで、ね、本当によく戦って、ね、本当に申し訳ないんだ。15分ほど前に中村さんが事務所に入っていったんですが、支持者の皆さん、選挙戦をねぎらう。すいません、大丈夫でしょうか。締め切ります。お待たせをいたしました。先ほどあの第1部のところで、外で皆様聞いていただいた通りでございます。それではあの報道各社の皆様にお待たせをいたしましたので、これより、中村彩のですね、選挙結果についての皆様方からの会見をお受けしたいと思います。結果自体は、まあ、一番思いとしては悔しいという思いがあります。青年部、青年部いますか。青年部入ってください。あの忘れ物ないようにしてください。都議会第一党だった自民党は今回の選挙で議席を大幅に減らし、都民ファーストの会に第一党の座を奪われました。あ
あのお疲れ様でした。見てる人のリアクションも増えてですね、すごいいい感じで来たんで、まあすごい手応えはあったんですよね。今後が難しいんですよね。まあまあ一応都議選チャンネルとしてね、 SNS 班としてはもうね終わるわけなんですけども、今日の結果、昨日今日で言うともうあの180点くらいだと思うんですけども、今日だけだと90点ぐらいですかね。超えて。あれ一回に一回。はいどうぞ。撮ってます。撮ってます。タイミングが。都議選終了後、ツイッターアカウント数は1万5000を突破した。あれはちょっと、ものすごく緩い。紙に変わって、そういうことはないにしたんで、これを使わないとは絶対ないなっていう。ジャーナリズムの反対はマンネリズム。マンネリズムの反対はジャーナリズム。今のカメラって、普通のまあカメラなんだけど、その動画も撮れるじゃない。ちゃんとそういうその受け動画を受けるその編集局の中にそういうポジションがないと、いくら撮ったってさ、あれね、名古屋で撮れば撮るほど編集者を苦しめることになる。ただね、本当に専属チームってのはなかなか人員出すっていうのは難しいですよね。じゃないですか、いかに新しいことをね、やっていくかじゃないですか。